こんにちは、もたいです。今回はこの間手に入れた1周年おめでとうりんくん、もうちょっとかっこいい名前だった気がする。そう、1周年おめでとうりんくんと一緒にこちらのトレーニングをしていこうと思います。頑張ろうね、りんくん。なんでしょう。で、このあたりは前回のバチラくんでやったのでスキップします。ごめんね、ロキ。ごめんね、エゴさん。またお前か、モブ教官。はい、そうです。邪魔かもしれないけど、今回もできる限りサポートするよ。まだ何も言ってねえし、まだ何も聞かされてねえだろ、ザコ。できなければお前らにブルーロックを去ってもらうまでという話でしかなかった。このあたりは読んだっけね。もっとマシな話はねえのか。今までもこれからも俺が脱落することはね。そうですね。うん。ごめんね、エゴさん。ちょっと時間がないから、ね、エゴさんのところはスキップなんだ。おい。ごめんね、エゴさん。こんなに説明してくれてるのに。でも、モタイを呼び出した時はさ、あんまり説明をしてくれなかったよね。そう、あの時。今やってるストーリーの時ね。私を呼び出したのはエゴさんなのに、アンリちゃんが説明してくれた。ああ、でもご褒美だ。じゃあ、いっか。言われるまでもね。結局、今回の課題とやらも、誰かをぶっ潰す。それだけか。わあ、驚いてる顔のリン君初めて。なるべく長く見たくなってくるよね。時間がないんだ、ごめんね、リン君。胸が痛い。なんだ。世界だと？どうせ英語の呼んだ世界選抜の奴らだろ。え、不足がある？気になる？あ、余計なこと考えんな。黙って指導者ごっこしてろ。リンの言う通りだね。いつも通り、私も本気でサポートするよ。おい。こっちもいつも通り、期待なんざしてないから好きにしろ。で、ストーリーは今まで読んだことがあるのは飛ばしていきます。いや。君は確か、ああ、そうだ、ナギだったね。何？だったら何？悪いけど俺には、あんたとおしゃべりしてる暇はないんだけど。ちょっといいかな？それは、俺に勝つために練習してるから。勝たなきゃ。面白くない、うん、サッカーは勝てなきゃ面白くないし、うん、あんたに勝てるくらいの選手にならなきゃワールドカップも手に入れられないからね。もうその段階まで進んでいる、知らないうちに。君がワールドカップを、はは、面白い冗談だね。ルナ結構言うな。バカ。冗談じゃないし、何、俺のこと煽りに来たの？ごめん。ただ事実を言っただけなんだけど、気を悪くさせちゃったかな、ごめんね。おー、ルナのトゲが独特。でも君程度のトラップ技術はこのサッカー後進国内でしか通用しないよ。あーな、考えさせられるアドバイスでございますわ。はあ、煽る割に俺のことはしっかりリサーチしてんだね。ビジネスだからね。君たちのデータは一通り頭に入ってるよ。あのさ、ふーん、じゃあそのデータが間違ってるって今から教えてあげるよ。やったれやったれ、いいぞいいぞ、そういうの好き。行くよ。あんたを任せて俺たちの夢を笑ったこと謝らせてやる。やったれ、楽しいぞ。いや、こういうのが見たかったよね。なんならこういうのが見たかったよ。ありがとう。全然止めない。今指導者として全然止めないから、好きにやってください。オッケーオッケー、その美しく無謀な挑戦、誠心誠意くじいてあげるよ。いや、まあそれもそれで必要ですよ。いや、だからもうどっちが勝っても大丈夫。お互いに得られるものがあるってモブ教官を持ってる。レッツゴー。私は相変わらず傍観なんだ。下、私的には下。ルナはわざと煽ったのかも。あ、何の影響もしない。スキルはゲットした。知略、確かに。あ、これはね、やったことがある。待って、あれがあるんじゃない？あれだけやらせてお願い。古いんだよ。これだこれだ、待ってて、楽しいから。俺の役に立たねえことも見越して試合をコントロールしてんだ。なめんなよ。なんだお前。いや、やっぱこれだよね。やっぱこれだよね。この試してみろよっていうののね、私の醍醐味がここなの。絶対にスキップしたくない。ありがとうレオピ、今回も楽しかったよ。この調子で私は進むのか。いや、なんとか終わらせたい。なんとか終わらせたい。バチラ君途中で終わっちゃったし。優秀選手？やったことある。これ、やったことある。私知ってる。ちょっとこれはスキップだ。あー、見たかった。二人がバチバチバキバキしてんの見たかった。うわっ。おい。つまんねえな。おい、もったい。なあ。なんざんしょ。今のトレーディングじゃ物足りねえ。どうにかしろ。どうにかって。
一応スケジュール通りに進行はしているんだけど。あ、スケジュール通りにやってようが俺が物足りなさを感じてるんじゃ意味ね。なんだ、それともお前は半端な仕上がりの俺がご所望か。そう言われるとまだまだやりたいことがあるかもしれない。全く私は毎回意志が弱い。わかった、トレーニング期間を延ばせないか、エゴさんたちに掛け合ってみる。またか。当たり前だ、俺がマジになってやろってんだからな。アダムね、そんなこと言いながらガチャだとめっちゃ来てくれんの、かわいいよね。できるできる、頑張れ。待って、最初にちぎりくんを呼び捨てから始まるの。ちぎり、エゴ、エゴさんから。嫌だな、こんな人指導者嫌だな。頑張ろう、ちぎり。うん、何告白するのこのテンション。今から私真剣な話するからみたいなテンションだった。それはそれでキモい。ダメだダメだ、もう一回だ。ちぎり、エゴさんから課題が届いたよ。エゴからの課題なんだっけ。え、なんだっけ。ああ、イザギとかイガグリが騒いでたご褒美がもらえるってやつ。まあご褒美があろうがなかろうか、課題ならクリアするだけだけど、内容は？ドリブル中のスピード向上だね。詳細なデータや目標はエゴさんから来てるよ。いいじゃん。ドリブルスピードか、俺用の課題って感じだな。オッケーっす。あれ、結構いつも通りだね。ご褒美じゃ心は踊らない。さっき名前を挙げてたイサギやイガラシ、ああ、だってあの二人はもうわっしょいわっしょだよ。もう可愛いぐらいはしゃぐでしょ。そりゃ煩悩まみれの奴らと比べたら誰だっておとなしく見えるだろう。あの二人が特別。そもそも俺は大はしゃぎするようなタイプじゃないし。まあそうだよね、わかりやすくはしゃいでる時ってゴールを決めた時かな。それに騒がしいクリスマスは実家にいた頃に十分堪能したからな。ちぎり？いや、なんでもない。まあそもそも高校入ってからは冬は大会の時期だと思ってたしな。いいじゃん。へえ、知らないと思ってた。勉強してるな。恐縮です。俺は高校で全国優勝して名前を売りたくてさ、だから選手権は大切だったんだ。それでも怪我でいろいろ狂ったけど、ブルーロックに来た今となっては関係ないな。俺はここで熱くたぎるだけだ。だからこの課題もさっさと終わらせるぞ。理由はどうであれ、ちぎりは課題に前向きに取り組んでいるようだ。サポートしよう。はあ、いいね、前を向いてる人って素晴らしいよね。はあ、ちぎりくん。ま、あ、はあ、連続ちぎりくんだ。頑張ろう。はっ、あ。ふう、もたいさん、今のタイムは？課題クリアしてる？もたいさん、そんなに聞かれたらもう、いっぱいいっぱいだよ。一本前と大差ないかな。まだ目標タイムには少し届かないね。くそ。くそ、あと少しなんだけど。エゴの設定した目標タイムもそんなに無理なタイムじゃないのにな。まだどこか怪我を押されてるのか。そら仕方ないよ。仕方ないよ。今仕方ないよって言ってたよね。大丈夫、試合に近いタイムが出てるから関係ないと思うよ。そうか。いや、待てよ、試合中のタイムに近いって試合と今の練習どっちが早いんだ。試合中のタイムの方が早いね。なんだ、変だな。普通練習の方がタイムはいいはずだ。そうなんだ、私何も知らんな。どうだろう、試合中の方がテンションが高いからタイムも出そうだけど。いや、それも間違ってないけど、メンタルや条件を整えられる練習の方が早いはず。ほら、そうなんだ。試合と練習で違うことが他にあって、それがタイムに出てると思うんだけど。なんだろう、パスとか、いやでも動いてるボールの方がドリブルはしにくいか。いや、案外いい線いってるかも。試合中に動いているのはボールだけじゃない。あのさ、俺も動いている。だいたい俺がパスを受けるときはダッシュしてる状態からだ。まあ、そこからドリブルを始めるのと完全に止まったボールを蹴り出すのは全然違う。今頑張って内容を頭に入れてる。だから改善できそうなのは一歩目スタートってことか。どうやらちぎりはヒントを得たようだ。このままクリアまでいけるといいな。はあ、
なるほどね。自己分析って大事だよね。闇雲の練習ってね、身につかなかったりするからね。ちょっといいかな。もったい、ちょっといいかな、うん、今のトレーニングじゃ物足りなくてね、もう少しどうにかできないかな。どうにか、もうちょっと具体的に欲しい。もったい具体的に欲しい。どうにかで察せる日本人ではなくってよ。どうにかって、一応スケジュール通りに進行はしているんだけど、そう、キャラ忘れる。そうかもしれないけど、選手である俺が物足りなさを感じてちゃ意味がないよ。いや、今のままじゃ誠心誠意くしいてあげられないけど、君はそれがお望みなのかな。待って、誠心誠意くじくおつもりなのね。そういえば言ってたわ、さっき凪くんの時に。ああ、じゃあちょっとお願いいたします。ちょっとエゴさんに掛け合ってみるので。お願いするよ。話が早くて助かるよ。それじゃあ頼んだよ、もたい。はーい、よし。いいタイムだよ、ちぎり。本当にあと少しで課題クリアできそうだね。最初はドキッとしすぎて、ロボットのように喋っちゃう。ふう、あと少しか。うん、それくらいなら詰められそうだ。まだスタート改善し始めてすぐだし、俺的にももう少し詰めたいし。期間を伸ばしたいっていうやつかな。あ、でもちぎりのクリスマスって書いてあるから多分違う。これがものになれば、今までより足を止めた状態からドリブルで勝負できるだろうな。これがエゴからのクリスマスプレゼントってやつ？そうかもしれないね。いよいよちぎりもクリスマス気分になってきた？うん、周りの潔や国神がずっと騒ぎっぱなしだしな。いいな。私ね、やってほしいことがあるの。行くね。もう、いがらしい。イサギ、国神とかがもうこう円になって、クリスマス、クリスマスってやってるとこ見たいんだよね。ないかな。この状態で気にするなって方が無理じゃない？確かに。それに俺だってイサギや国神みたいに大はしゃぎしないタイプってだけだし。サンタコスする姉ちゃんに絡まれたり、プレゼントもらってた頃もある。見たい、見たい。クリスマス、クリスマスってしてる高校生男子たちも見たいけど、サンタコスしてるちぎり、姉、すごくない？ねえ、なんでないの？なんで画像がない？多分出てこないでしょ？なんで？なんで出てこないの？見せてよ、見せてよ、見せてよ、ちぎりくんの脳内の映像を私に映し出してよ。見たい。アンリちゃんのそのサンタコスが見れたから、私は今引くけど、あの話もそうだよね。なんでクリスマス私読まなかったんだろう。今読めないよね。読みたかった、アンリちゃん。はあ、ちぎりなりに楽しんでるんだにしよう。これでもっとはしゃごうなんておかしいでしょ。俺なりに？そっか、あんたにはそう見えるんだな。ブルーロックの見た目は別に変わったりはしてないけどさ、それでもみんなどこか浮き足立ってるし、多少なり影響は受けてるのかもな。なら課題が無事にクリアできて、クリスマス当日になればもっと楽しめる。どうだろう、その時のテンション次第じゃね。うん、そうだね。何も言えない。それを言われたら何も言えない。そもそもこんなところでクリスマス祝うこと自体異常事態だしな。まだ乗り切れてないみたいだけど、私はちぎりにも楽しんでほしいな。私もそう思う。頑張ろうね、もたい。私、リンくんの、一瞬ね、おめでとうリンくんのストーリーが見たいんだけれども、なかなか出てこないぞ。ブレイクって、ゲットゴールジャンキーって呼ばれてるけど、なんでそう呼ばれるようになったの？あ？んなもん聞いてどうすんだよ。思ったよりもね、ちょっと辛く言っちゃった、自分に対して。単純に興味があるっていうのが一つ。もう一つは、世界に轟くほどの、ほら、言われてるよ、呼び名を得た経緯を知れれば、選手たちの指導に活かせるかもって思ったからだよ。わあ、ただの素人だと思ってたが、案外ちゃんと指導者してんだな。まあね、指導してる子からもモブ教官って言われて親しまれていますからね。どうですか？だが俺のことを教えてやる義理はね、自分で考えるこった。やだよ、教えてよ。だよね。それじゃあ練習に戻って。興味半分で詮索しようとしてごめん。何そのおめめ。また絵も知らないもん。いいもん教えてくれなくても。グルでやる。ああ、待って。ブレイク？
雑に扱いすぎちゃバイトがクビになりかねねえ。私をそんなもんだと思ってるのね。この程度の言葉一つでクビにすると思っているのね。何、私じゃなくてバイトの方が大事だってんの。あ、もうだんだんわけわかんなくなってきた。おい、その勤勉さに免じて一つだけヒントをくれてやる。もうヒントを考えるよりも答え言った方が早いって。本当にありがとうブレイク。ああ、でも最終的にはお前が自分で答えを見つけなきゃ意味ねえからな。じゃあヒントだが、ストライカーってのはどんな生き物だ。そうだな、自分なりの考えが見つかったら聞かせろ。じゃあな。そんな手間がかかることを。ってことはまた話しかけてもいいってことだもんね。口実が見つかったぞ。ヨウムタイ、答えは出たかよ。一応私なりの答えは見つけたよ。それが正解かはわからないけど。構わねえ、聞かせてみろ。ありがとうございます。私が考えるに、ブレイクは誰よりもストライカーという存在を体現してるからじゃないかと思ったんだ。はー、悪くねえ答えだ。俺から言わせりゃ、ゴールに狂ってねえやつはそもそもストライカーですらね。そうだな。で、そんなイカれたやつらの中で俺は自分の力で結果を出した。だからゲットゴールジャンキーっつストライカーとしての当たり前の呼び名は、俺がストライカーというゴールぐらいの中のトップだっつーことの勝者。勝者だ、勝者だね。勝者だと言って。ちゃんとちっけえ答えを出したから教えてやったぞ。満足か。うん、やっぱりブレイクがその呼び名を得た経緯は指導に役立ちそうだよ。ストライカーとしてどうあるべきなのか、そしてそれを貫き通せば世界に到達できると分かったからね。教えてくれてありがとうブレイク。やれやれ、報酬分のバイトをしただけだ。礼を言われるようなことじゃねえよ。おい、まあせいぜいあがいて俺を楽しませるストライカーを作り上げてみせろや。楽しませるじゃなくて任せるストライカーを作るよ。ブルーロックが目指しているのは世界一のストライカーだからね。うん、私よく言ったよ。ブレイクのようなストライカーのあり方を突き詰めて必ず世界一に至ってみせる。ついに世界選抜との試合が始まるね。緊張してんのか。上の空で話しかけてくんな。上の空ってわかるくらい私のことを理解してくれてるリン君だ。あ、ごめん、エゴさんの言ってたひらめきの境地について考えてて。はぁ、あ、そんななんかかわいそうなものを見る目で見ないでくれや。世界の連中と戦うのも、ひらめきとやらを生み出すのも俺だ。お前みたいなモブ教官が緊張しようが、頭働かせようが、プラスになることなんじゃねえ。安心して構えてろって意味か。イラつく。そこまで言う？リンは世界と戦うことについて、感じてることはある。ねえ。強いて言えば、いつものモブどもじゃねえから、ぬるい玉蹴りしなくていいだけだ。ふう。さすがリンだね。私はリンが勝つことを信じてるよ。違う。それはそれでうぜえ。俺に干渉するなって言ってんだ。まあそうだよね。思春期って難しい。うん。じゃ、黙って応援してるよ。ち、日本語の通じねえモブ教官だな。ただ黙ってろ。これから俺がやるのは殺し合いだ。いや、止めたいよ。そう、その言われ方をすると止めたくなっちゃうじゃん。これが世界の殺し合いか？濡れすぎるぜ。お疲れリン。浮かない顔だけど。黙れ。手加減されて喜ぶバカがいるか。見ててそんなこともわからねえのかよ。そうですね。うんうん、察しがよくて助かるよ、エゴさん。うん、クソが！飛ばしちゃった。わからない。でもクソが出会ってる。うん、そういう、おい。ひらめきは典型ではない。リンは意味がわかる？うっせえな。なこと今はどうでもいいだろ。リンは手加減されたことに怒ってるんだよね。あ？だったらなんだ。いちいち確認してもう一回切れさせたいのか。ひらめきの境地に至ることができれば、世界選抜も本気を出してくれるかもしれない。黙れ。だからお前と一緒にひらめきについて考えろとでも？違う。ひらめきが典型じゃないなんざ、言葉通りの意味だろ。俺がしてんのは殺し合いだ。神頼みのぬるい玉切りじゃねえ。お前もモブ教官なら、あいつらを殺すアイディアの一つでもひらめけよ。
共同作業の許可が出たかな。クソが、世界が何だってんだ。絶対ぶっ殺す。頑張って。あ、ぶっ潰すだっけ。ちょっとたっぷりやりすぎて時間がなくなってしまったので、続きはまた今度やります。